2016年秋、白い巨塔の崩壊はとどまるところを知らず、現代医療の現場は迷走を極めていた。後藤先生、まだあの先生来ないの？申し訳ございません、病院長。もうそろそろ来られる頃なんですけどもね。あ、そう。あいつくせえ。これ何してはるんですか？これは。私はね、あら、来なきゃ来なくていいと思ってますよ。あれピンクです。ピンクですね。誰か来るっていうこと、ね、誰かが来るんですよね。あら、遅いですよ、重森先生。重森ちゃんじゃん。先生、重森来たの？こちらへどうぞ。もっとコツコツ歩いて、胸を張ってコツコツ歩いて。見たことあるな、なんか雰囲気ドクター X っぽいね。この大学病院にやってきた女は、ヤフーのトップ方は重森さとみ。先日放送された抜き打ちテストでヤフートップバカに決定した重森さとみ。4年後は、その頭脳は東京を京都と逆に書くほどのクオリティだが、京都で。そんな重森のイメージを街の人々に聞いてみると、すごい可愛いと思いますし、素直、素直、すごい素直な印象ですね。あ、明るい元気そうな子ですね。いいイメージで言ったら。でもなんか根は真面目、なんか実は真面目そうな。しかし遡ること1ヶ月前、あるゴシップ記事が芸能界をざわつかせた。それは重森の後輩であり昭和の大女優坂口涼子を母に持つ2世タレントが所属事務所を突然退社したことに端を発する。あるテレビ番組でコメントを求められた重森は、唯一連絡を取り合う後輩と仲が良かったことをアピールした上で、彼女には多額の借金があったと暴露。そんな重森の発言に対し、当の本人がツイッターで反論。唯一連絡取ってたって、取ってなかったんだけど。さすが腹黒いや。この二人のやり取りはすぐさまヤフーのトップニュースに。さらには各局のワイドショーが二人のバトルをこぞって取り上げ、世間を大いに賑わせたのだ。しかしこの正直どうでもいいニュースをめぐって、我々にはある疑問が。重森はただの可愛いバカなのか、それとも実は計算高い腹黒女なのか。実際この騒動を受けてネットの声は、確かに重森って腹黒そう。昔から腹黒いって思ってた。絶対性格悪いよね。闇が深そうな女。果たして我々が知らない重森の本当の姿とは。その真相を確かめるべく急遽あの人物にも話を聞くことに。あ、どうも、フジテレビのめちゃイケですか。ちょっとよろしいですか。今ちょっとですね、重森さとみがちょっと腹黒いんじゃないかなっていう、その疑惑が持ち上がってるんです。声がでけ、声がでけ、声がでけ。何、重森さとみがですね、腹黒いんじゃないかという疑惑が今持ち上がってるんですよ。それについて何かお心当たりございますでしょうか。ねえよ、そんなもん。帰ってくれよ、もう。ねえ、ちょっと腹黒い疑惑が持ち上がってるんですよ。ああ、そうなの。そもそもはですね、なぜそういうことになったかと言いますと、まあ、その坂口さん、あの、すみません、あの元カノさんの、坂口さんでいいよ、一回出したときツイッターが、もう一回出たらいいよ、坂口さん。近所迷惑になるので中で取材させてもらう。客人じゃねえんだ、急に来やがってさ。何なんだよ、いいよ、いいよ。では改めて、俺の元カノの友達だから別にそんなないかね、共演はさせてもらった。重森さんの話題とか上がりました、その元カノさんとの話の途中に。いやー、上がってない、それは。いや、もう家まで来てるんで、その重森先生、勝手に来たんだよ。重森先生っていうテーマで面白いエピソードを3つ4つ欲しいんです。知らねえよ。多いな、そしてなあ。これ本当に大事なことなんですけど、そのオタクは小峠さんのオタク。なんだオタクって、すげえ失礼だからな、それ。知らないですか。もう帰れよ、本当に。いつ帰るんだよ、重森先生の話。もう仕事あるから。あ、そうですか。あるあるある。いけ、いけ、なんなら来てるじゃねえかよ、なあ。行けっつってんだから。これは小峠に聞いてもわからない人間の本性の話である。例えばこの女、
群れを嫌い、勉強を嫌い、テストを嫌い、腹黒いと噂されても動じない明るさだけが彼女の武器だ。馬鹿い重森里美、またの名をドクターペケ。さあ、我々はね、あなたのことをこれバカだと思ってたんですけども、これ率直に聞きますよ、あなた腹黒いんですか？多少は多少は、あ、そうですよ、そうなんや、あ、そういうイメージないけどな。でも世間をちょっとね、今騒がしてますよね。あ、ニュースでね、坂口安里さんの件でね、まあ、同じ事務所でしたしね、多分裏の私も見たり聞いたりしてるだろうし。裏があるね。裏あるね。裏があるね。裏あるね。裏じゃなくてオフです、オフ。オフ？オフ。それ裏や。いやでも腹黒いというのがこれ事実であればですね、めちゃイケのテスト企画で、東京、京都と書いて、すごいな、面白いなって言ってましたけども、腹黒いとなると、これも計算だったのかなみたいな、わざとやったんじゃないかみたいな。日本中を爆笑の渦に巻き込んできたバカ回答は全て計算だったのか。いや、これはただのバカじゃないの。どうなんですか、わざとではない。あ、ないです、全く、ボケたの。いやいや、ボケないです。ボケたんじゃない。私よくこれ病気なんですよ。いや、病気って言われちゃうと病名を言ってくれ。先生、設定には合ってる。いや、ちゃんとした名前あるんですよ、ちゃんとした名前が。病名が、その2文字目が1文字目に来ちゃうっていう、ちゃんと劣気とした病気が、病気の話したらみんな静かになると思うんじゃないよ、バカ。病気の話気にしないよ、今から。だったら私返す。私だって喘息だよ、バカ。あれも喘息ですよ。喘息だよ、お前。私だってテレビで言えない病気ですけど。テレビで言えない。ドリルなのね。テレビで言えない病気なんです。でもね、この実際腹黒いんじゃないかっておっしゃってる先生たくさんいるんですよ。あら、あ、すいません、はい、私からよろしいでしょうか。先生、はい、ギョイ。素晴らしいね。それが正解。見てるね。ちゃんと守ってるね、設定。重森先生なんですけども、人に価値をつけてるんじゃないかなって思ったことが何度かありまして。重森は人を利用価値で判断する腹黒さを持っているというが、新メンバーがこのめちゃイケに入った当初、はい、結構新メンバー同士で飲みに行くことなんかがあったと思うんですけれども、はい、ありました。まあ、だんだんとあれ来ねえなっていう。最近パッタリと来ねえなっていうことがありまして、でこれいろいろ考えたんですけど、付き合っていくうちに新メンバーに対して、あれこいつら使えねえな、え、なんやの、私たち新メンバーに対して利用価値がなくなったなと判断した上で私たちを捨てていったんじゃないか、これズボシ、これ腹黒いんじゃないか。これは重森先生、新メンバーも利用価値がないと判断されたということですか。正直にお話します。どうぞ。お願いします。タンポポちゃん、あ、タンポポさん、ジャルジャルさん。後輩だと思ってるんですか。下の子だな。後輩だと思ってるんですか。最初の 2,3 回まではすごく楽しかったんですよ、で私以外の新メンバーの方はお酒を飲むんですね、で私お酒一切ダメなので、一滴も飲まなかったら、やっぱりね、ちょっとずつ温度差が生まれてきて、でもそれ全然私いいんですよ、慣れてるから楽しいし、ただ一人ちょっと気持ち悪いなって思う方がいて。何先生の話か。アツシ先生です。私ですか。アツシ先生に対しては利用価値がないと判断した。いや、利用価値というか、もうなんだろう、人として、あのちょっといいですか。はい、先生。この新メンバーの会の中で、アツシを責めたら一番助かるというふうにアツシを言ってるんじゃないかって、私そこに腹黒さをちょっと感じてるんですよ。まあ、そうですね。重森はうまくアツシの論点をずらして身を守ろうとしたのか。ちょっと待って、何の言い方。こうやってあえて周りを味方につけてから攻撃するのが腹黒い女の特徴だ。
川村先生、あのなんかいろいろやってますけど、うん、私重森ちゃんのこと嫌いです。あのさっきからもあのなんか光浦先生と岡村先生の間にいればいいのに少し岡村先生の横で、あ確かに、あのね、すごい寄り添ってますし、本当だね、良い方に、はい、私も先ほどからずっと気づいてました。はい、確かにな、はい、そもそも振り返ればその私だけお酒飲まないんですけどつってジャルジャルさんも私もお酒飲まないですし、そのなんかその言い方とかも私が一番みたいな言い方とかもやっぱ腹黒さとか知らなかったじゃん、やっぱり6年も一緒にいるし済まされないと思うんですよその言い方。あのメンバーで私だけお酒が、私だけお酒飲まないとおっしゃいましたけど、川村さんも飲まないんだね。はい、私もお酒飲まないですし、ジャルジャルさんもお酒は飲まないですし、それをさっきあのおっしゃるときに、私だけ飲まないんですけど、おっしゃいましたけど、その感じも腹黒い。でも川村さんも飲みに行ったりしてるんだよね。めちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りします。飲みに行った機会は一度ぐらいしかございません。でも私も飲みに行ったことはございます。それをお酒飲まないって自分だけっていうのは腹黒い。これに対し重森から反論が。はい、私だけお酒飲めないって言ったのは、うん、ジャルジャルさんとタンポポさんのお酒を飲まないっていうのは意図的に飲まないであって、うん、私のお酒飲まないっていうのは医者から絶対に一生飲めない体って、うん、病気、はい、あのですね、今ね病気云々の話を出すのをやめてください。そういうこと言ってない、あなたの根性の話をしてるんですよ。それが腹黒い。川村先生、何の病気をちなみに抱えてらっしゃるんですか。私はそれ重めの一人です。治らないんだからね、これ違う、あいつが跳ね返るんですよ。武田先生、御意、病気の話は置いときましてですね、まあこれは女の子なら誰しも少しずつあるのかなと思いつつ、おねだりするのが上手っていうのは昔からあった部分なのかなと。おねだり重森先生と高校時代、共にしたという方にお会いしたことがありまして、その方が重森先生からあるレクチャーを受けたという。重森の同級生から聞いたという男を手玉に取る技とは。付き合っていない男性からより多くプレゼントをもらう方法という。付き合っていない男性、どっちにしていいか分かんないと言って相手に委ねるそうです、うん、そうすると付き合っていない男性からはその両方をもらえるという。ギリまでやるから好意があると2つ用意しちゃうということなんです。はい、素晴らしい。重森先生、なるほど、それ覚えてますか。昔の私ならやりかねないです。先生あれですか、渡辺さん、僕名前ちょっと忘れてしまいました。でも由美さん覚えてた、なんかその時高価なこと飲み会して一人お持ち帰りしたみたいですよ。武田先生、武田先生、武田先生、私はじゃあはっきり言います、正々堂々と持ち帰りました。でもそれを今この場で言う必要があったでしょうか。一瞬にして私みんなの敵になってしまいました。国民の敵だよ。こんな部分がオンエアされたら私国民の敵になってしまいました。すごいの、今の軸ずらしもね、このテクニックすごいの。川村先生、川村先生があるみたいです。重森先生、はい、嫌いです。これ傷つく、好きか嫌いか言えば。私は好きです。腹黒いとかじゃなくて嫌いっていうことですね。ちょっとね、シンプルな攻撃になってきましたけど。さあ今夜はドクター関よりもショックの大きな新コーナーが始まるぜ。司会は今世界一ノリノリの、さあいよいよ始まったぞ、新コーナーだ。司会は私ドナルド・オカンプだ。 Thank you, thank you so much. Oh my god.
トランプさん話題になってるけどね。俺ぐらいスターになったら女は何でもしてくれるぜ。Thank you. 盛り上がってるやん。Thank you, thank you. そろそろ美女苦笑いやん。いいか、今から自分自身に関するクイズを10問出します。その10問全部に正解すれば、なんとおかんぴからポケットマネーで100万円。20年もテレビやってれば自分のことぐらい分かってるよなってことだぜ。メイク盛りすぎて怖いよ。これだから自分の問題だから答えれんじゃない。ヘイヘイミスターコーチ、Please be quiet。 静かにしろってこと。 OK、 今宵の挑戦者はこいつだ。自分の歴史や仕事について答えていくだけだけど、10問目に魔物が待ってるぜ。天才芸人の名を欲しいままにするジャルジャル福徳、 M1 の前にクイズで100万取って勢いづけるのか。名前読みや。自分で言うのや。名前読みや。ナレーションもやるんだ。結構頑張る人だね。働き者だよ。13時にはフジテレビに入ってましたからね。OK、 クイズ自分ショット。福徳修介のコンビ名は、簡単、ジャルジャル。福徳修介の生年月日は1983年10月5日。こんな簡単なの。福徳修介の身長は175センチ。福徳修介の最終学歴は関西大学文学部。福徳修介が学生時代やっていたスポーツはラグビー。これもう言ったじゃん。福徳修介は昨年の M1 で何位だった。3位。その10位になった時の正直な感想は、優勝したかった。福徳修介の好きな場所は山。あ、もうこれ何でもいいじゃんか。福徳修介の趣味はジョギング。いや、もう行ったじゃん。いきなりパーフェクト出るのか。パーフェクト、なんと軽々と9問目まで突破し、10問目をかけての最後の1問。日テレの女子アナに振られたのに全然懲りず、今行こうとしている女優の名前は。アウト。何やねん。いいとこまで来てたのに、10問目はやはり緊張してしまうのか。どう、緊張した。言えなかった。そういうことかい。何やねん。まあ、女優さんのこと好きなんよね。おい、想像以上のリアクションだぜ。じゃあ本当なんだね。いやでもお食事誘ったら、うん、8割ぐらい来てくれますよ。あら、おー、2人で、2人で行きますよ。あ、それは言うといた方がいいわ。2週間に1回は行ってます。付き合ってんじゃん。で、夜中11時とかでも来てくれます。言ってたらだって100万円だよ。なぜ言わへんので、言わないことによって本当にマジになったからな。ところがところが、本当ならこれをテレビの前の皆さんにお見せしたいところではありますが、やめてくれと。勝手に告白しちゃってごめんな。福徳さんとはもちろん知り合いですと、お友達ですけども、写真も出したらダメ。向こうがメリット感じるくらいまで福徳売れようぜ。分かんない分かんない、一時停止したら分かるから。クイズチームシャフ CIA バイバイ。やだな、このコーナー嫌。重盛は腹黒いのか。緊急カンファレンスは続いていた。ここまでの話、副委員長どう分析されますか。確かにね、
強いです彼女は。確かにね、確かにね、そうですね、強いですね、うん、言われてもパン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 返します。やっぱりね、ちょっと犬に近いのかな。ほう、もしかしたら犬、アツシが一番下だとか、うん、それはやっぱ嗅覚で一発で分かってしまう。やっぱり犬が家族に順位をつける、うん、人の上下関係を犬のような本能で判断しているらしいが、いろいろそういうのが、やっぱ犬は無邪気にさ、よく男性がさ、美人の女の人にさ、うん、小型犬抱いてる女の人のさ、うん、おっぱいのとこ小型犬がキュンキュンってやってさ、うん、うわー羨ましいって、ちょっとまあ不細工な男性が犬にやきもち焼くじゃないですか、うん、それが判定したのが多分タンポポだと思うんですでも私フォローするようですけど、うん、あのお顔の骨格がおかしい子は、あの心はとても綺麗です私ね、そこだけは本当にね、それ医学的な問題ですよね。医学的な問題です。あ、なるほど。決して彼女たちは嘘はついてないですよ。さあ、他に情報ありますかね。私、あの重森先生に利用されたことあるんです。利用された。重森先生と僕と白鳥先生3人で、はい、ちょっとお食事行って帰り、うん、帰りですよ、うん、本当帰るだけ、うん、途中急に寒い寒いって言い出して、ちょうど青木があってセーターが売ってて、福徳さんこれ買ってくださいよって言い出して、え、なんで買わなあかんねん、もうまあ冗談かなと思ったら思いのほかしつこくて、こんなにしつこいかっていうぐらいしつこかったね。いや、すごかったですよ。結構粘ってました。あそこで今話作ってます。途中までは合ってました。今の部分はどう作ってらっしゃる。福徳さん寒い県これ買ってくださいって言ったら490円、ええよ、すぐ買ってくれました。いやいや、見てます見てます。白鳥先生、どうだったの。人生教えてください。粘ってました。いや、僕ね、さっきから見てるんですけどね、うん、バカバカって言われてるじゃないですか、はい、エピソード全部こと細く覚えてるんですよ。あ、なるほど。相当記憶力いいんですよ、うんうん、これバカじゃねえなって僕だからずっと見てんですよね。あなた言われたことにもすぐさま返すし、はい、記憶力がいいから計算高い、つまり腹黒いという仮説が成り立つので、だからもしあの授業とかしっかり聞いて教科書とか全部読んでたら、すごいそのままブワッと全部入る子なのかも分からない。天才とのちょっと紙一重なのかもしれない。紙一重のところがあるかも。それあるかもしれない。私あそこに飛びますか。え、なんかあるエピソード、エピソードある。あの数学の一番最後の硬い紙の方、なんかそこに書いてあるの未だに記憶してます。小学校に見た1から無限まで、うん、その硬い紙っていうのがちょっと分かんないんでね。表紙裏表紙の1からだから無限まで言えます。一十百千万億兆計外上上交換性最極豪華者葬儀なゆた不可思議無量大数無限。すげえ。これね、忘れたくても忘れないんですよ。週に1回ぐらい出てくるんです。すごい。記憶回路がなんかすごいんだよ。だからそういうこう男性に対しても生き方もそうですけれども、うん、そういうのちゃんと勝手に体が覚えてるというか、うん、頭も覚えててそういう対応ができてしまう、うん、そうなるとやっぱりいろいろ腹黒い部分を持っててもおかしくないなということなんですよ。なるほどなるほど。もうちょっと掘ってった方がいいんじゃないかな。わかりました。福徳先生、それで言うと、僕の知り合いにですね、重森先生の大ファンがいたんですよ、はい、で、むちゃくちゃな話なんですけど、僕に重森さんを紹介してくださいって言われたんですよ。はいはいはい。で、まあ、一応それは本人に伝えるわということで、うん、重森先生に言うたんですよ、友達が重森のこと大好きなんやけど、うん、って言った一発目が、うん、その人の大学どこですか、うん、この質問やったんですよ。ただのバカが相手の学歴を気にするはずがないという福徳先生。ちなみにその方はどこの大学やったんですか。その方ですね、京都大学。いやー、めちゃめちゃ頭いいじゃないですか。それを聞いて、私でもその京都大学がどのぐらい頭いいかっていうのは分からなくて、はい、めちゃくちゃ頭いいですよ。京大ですよ。京大行くの。じゃあなぜ学歴を聞くんですか。そう京大知らんかった。京大は知ってる、うん、京大なんか知らなかった。もう東大と京大なんてほんまもうトップですよ。知らなかった。他あグッと来る大学とかってあるんですか。あります。何。グッと来た大学、はい、慶応大学。おうん、早稲田。あ、はいはいはい。ほら今もすげえな、無限まで言えんのにな。不可思議が出てきた。大学3つしか出てけん。あ、慶応義塾、義塾大学。さあ慶応です。やはりこの女、
ただのバカなのか。さあ他に情報をお持ちの先生いらっしゃいますか。タンポポと重森先生は同じ楽屋なことが結構多いんですけども、その時に白鳥先生があのテレビ見てて、あこの子可愛くなったなとか言うと、あこの子整形ですよっつって、すぐ整形ジャッジをされるっていう、そういうのはちょっと腹黒いなって。他人の整形に異常な興味を示すのは腹黒い証拠。しかも重森先生はズバッとここをやりました、うん、こうやってます、うん、こうやってますっていうのがすごいスピードで出てくるんですよ。なんでそんなに分かるの。何を判断してるの。絶対だって分かる。岡村さん分かるでしょ。岡村さんだって。いや私は分かりませんよ。そんな分かるんですよ。絶対分かる。じゃあちょっとですね、これ重森先生のこれ整形か整形じゃないかのこの判断、これどれぐらいのものなのか、これちょっとこの場でちょっと見せていただこうかなと。なるほど、今からちょっと女性タレントの写真をこうどんどん出していきますので、そこでしてますか、これ言いづらい、してませんかで答えていっていただきたい、はいはい、じゃあいきますね。まずはこちら。してない。続いてこちら。してない。続いてこちら。してない。続いてこちら。ちょっと止めましょう。どうしたの、何ですか。どこがですか。この前テレビで見たら、はい、ほっぺたがねカチカチに固まってたんですよ。ほっぺたがカチカチシシドジョーみたいな。あれは何だろうと思う。あれは何だろう、うん、筋肉か異物かの二択だと思う。筋肉か異物か。カチカチ。河村さんの一言あるみたいだよ。重森先生嫌いです。それだけは気づくか。そして絶対一人の力じゃこんなめちゃイケなんか出れるような子じゃないんです。重森に洗脳された女たちの悲劇。さあここでもう一つ外部からの、うん、まあ、よくパチンコ営業に行っていると、はい、いうことで一部ではもう女絵頭とも呼ばれてるぐらい嬉しいです。すごく行っているということなんですけども、実はとあるパチンコグループの社長さんが重森の大ファンらしく、イメージキャラクターに選ばれたり、重森がリーダーを務める LLS という3人組のアイドルユニットで営業に呼ばれることも多いという。というのもこのLLS の CD 制作やプロモーションなど音楽活動に関わる全ての費用をその社長さんが支援してくれているのだ。おー、そのグループね。そうなんですよ。パチンコの社長が。もうね、でもね、それってすごいことで、こんな無景気にそんな話なくて、みんなもうひいひい日の車でやってるわけですよ。音楽業界ね。そうです。一応確認なんですけど、その枕的なことはない。一切ない。連絡先も知らないです。連絡先も知らない。はい、でも3人いて、あなたは違うかもわからないけど、その残り2人は？2人はない。枕。枕。いや、その社長の好みじゃないです。社長の好みじゃない。で皆さんその LLS のことあまりご存知ないですよね。ちょっと知らない。そうですよね。ちょっと LLS。見てみましょうか。見たい見たい、はい、ね、皆さんちょっとお披露目ということで。ここで重森と同じ事務所に所属する LLS のメンバーキホとローズが登場すると、なぜか重森が泣き出した。何その涙は。何の涙でしょうか。絶対一人の力じゃこんなめちゃイケなんか出れるような子じゃないんですよ。いいんですか。めちゃくちゃ言ってますよ。というわけで初めてフジテレビの中に入ったという可愛い後輩と一緒に初めて地上波のテレビで歌とダンスを披露。メンバーの前で歌った感想は。思ったより盛り上がらんかったです。皆さんね、盛り上がったって何やないか。いや、なんでこんな長時間口パク聞かされてんだよ。なんで後ろから声聞こえるのか。で、途中あの左の声全然口合ってねえしさ。素人なんだ。お帰りください。何なの、何なの、何なの、この顔、何なの。ところでこれ重森先生はですね、この曲で紅白を狙ってるということですけども、はい、すごいな。これ事実ですか。はい。あ、狙ってる、はい、狙ってます。ちょっと質問いいですか、はい、どうして歌ってらっしゃるんですか。どうして。例えば、
こういう届けたいメッセージがあるとか、このジャンルの音楽がすごく好きだとか。逆になんで歌ってるんですか。そんな方が飛んできましたけど。レゲエの。レゲエの。逆に伝えたいメッセージがあるのよね。そうです。伝えたいメッセージがあるんで、うん、あのね、どうしてそれを聞いたかというと、音楽をやりますって言った時に、うん、私聞かれたの、うん、印税と歌詞を書いたら何パーセントもらえるのかっていうお金の質問をされて、でその時に、まあ、歌詞を書いたら大体 1.5% ぐらいもらえるよって言ったら、じゃあそれは労力には合わないなみたいなことを。それでもやっぱりやりたかったので、うん、メンバーのお二人どうですか。その重森先生がお金儲けでやってるんじゃないかなっていう、そういう節ありますか。いや、全くないです。はい、思ったことなんて一回もないです。これ重森先生からその LLSI っていうのは感じますか。いや、もうかなり感じます。感じている。感じている。ちょっとね、手元に資料いただいてるんですよ、うん、お二人アンケート取っていただいたんですけども、はい、重森先生は二人のインスタグラムを常にチェックしてくれていて、はい、いつも的確なアドバイスをくれる。先輩から常に SNS を監視されたら普通は息苦しいが、なんかその写真とこのコメントが、例えばいい写真なのにこのコメントはもったいないよとか、例えばこの写真だったらコメントでちょっとお茶目っ気を出してこうキホちゃんらしさアピールしなきゃみたいなのを毎回こう LINE でインスタ見るたびに、それだから面白いな。それは的確なの、はい、やっぱそうした方が良かったって。やっぱ思う。本当にいつもさっちゃんが言う言葉で、うん、いいねの数とかが変わります。コメントの数が変わるし、うん、はさらに先生はですね、なんかあのお二人の髪の毛の色も管理されてると。あのこの間金髪にしてて、そしたら2日後ぐらいにさっちゃんからどうして金髪にしたのって言われて、すぐ暗くしたんですよ。自分が好きで金髪にしたんだよね。そうなんですけど、言われてみて、あ、本当に私似合ってないと思って。洗脳に近いような。ちょっともうなんかすごいピラミッドやな。でも的確やっていうことね。あと他にはですね、このお二人が元気ないときは飲み物になんかパワーの出る何かを入れてくれると。危ない。一体彼女たちは飲み物に何を入れられているのか。白い粉を。危ない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 ぞ危ないぞ。粉入れてらっしゃる。これが何やねん。何やねん。めっちゃ食べるんですよ二人が、うん、普通に焼肉屋さん行った後もつ鍋行くよね人たちなんですよ、うんうん、なので、太らないように、うん、デキストリンっていう、デキストリンデキストリンっていう、うん、なんか劇薬っぽいけどな、なんかなデキストリン食物繊維を脂肪と糖を吸収して排出してくれるのでっていうことで入れてます。それはもう重森先生勝手に入れるんですか。それよかったらどうぞで渡すんではなくて勝手に入れちゃう。入れてあげます。勝手に行為で。勝手に入れるんです。それが愛を感じると。はい。思いのほかムチムチやけどね。いやそれもうこんな入れて入れてやったこれで。入れて入れてだいぶムチムチになって。宗教だな。重森先生がもう絶対のピラミッドの一番トップにいるんだね。信じてるから。信じてる。ありがとう。私もやだ。大丈夫か？大丈夫か？重森が教祖でメンバーが信者の、まるで新興宗教のようで。いやもうなんだろうな、ちょっと私が考えられるあの範疇超えちゃったんで胃が痛くて、なんかちょっと白い粉が欲しいわ。ちょっと一ついいですか、うん、有野先生そんなに話ないですか。えらい黙ってはるから、うん、結構この距離だとポソポソ喋る。いや聞いてください。重森先生なかなか僕と話す機会ないので、有野先生とはなかなか重森先生は有野先生は、うん、私に何にも興味ない人なんだろうなと思ってたんですけど、この前浜口さんに CD を渡しに行ったんですね、うん、たら有野さんもいて、あもらってくれるか分かんないけど、有野さんこの私の出した CD なんか興味ないですよねって言ったら、一応もらっとくって言われて、それで聞かないんだろうなと思ったら、うん、後日、うん、ツイッターに、うん、重森が CD 出したらしいって言ってあげてくれて、めっちゃキュンときたんです、うん、重森さんちょっといいですか、はい、あなたは私の楽屋に CD 持ってきましたよね、はい、ラジオでかけてくださいって言いましたよね、はい、
私かけたの知ってますか？知ってます。ありがとうございます。私もかけましたよ。ありがとうございます。私は CD もらってません。行くでしょ。なんでですか？みんなにあげてるわけじゃない。人見てんだろ。みんなにあげないと。人見てんだろ。CD 渡さないの。どういうことだ。まさかここでも利用価値がある相手にしか CD を渡していないのか。もらった人、もらった人、もらった。あ、ラジオやってる人。ラジオやってる人、はい、聞いてください、うん、5人5枚あって、5枚で加藤さんとあの岡村さんはラジオやってるの知ってたんで、はい、もう頼んでみようって、うん、2人決まりじゃないですか、うん、あとめちゃイケのスタッフさんで、あともう1人武田さんがずっと欲しいって言ってくださってて、うん、武田さんにあげるはずだったんですよ、うん、そしたら浜口さんの楽屋にまさかの有野さんがいて。もう俺だってミスターアリのなんかよりメリットのあるミスターアベとしか付き合わないぜ。さあまたまたこの時間でやってきたでドナルド・オカンプだ。Thank you。 控え室では一言も喋ってくれないけどな。さあみんな浮かれない顔してどうした？ほら浮かれない顔なるよこれは。もし自分やったらもう嫌やもん。嫌だ嫌だ。もうほらもうおとなしなってるし。ほんまに嫌ですよこれ。でも自分のことに10問答えられたら100万円。100万あればミスターアベのゴルフクラブが2本買えるぜ。オーケー。当たらないことを祈ろう。それでは今日の挑戦者はこいつだ。浜口マサル。マサル浜口。10問目の魔物がミスター浜口の秘密を暴いちゃうぞ。最近は正直の若手を集めた浜口コントサークルでブイブイ言わせてる浜口。10問目の魔物も敵じゃないか。おとなししてるけどな。でも叩いたら誇りが出るわな。20年間バカをやっていたこいつらが秋のテストでなんと重盛に勝利。このまま100万取ってバカ卒業しちまえ。クイズ自分シャーク。浜口まさるの年齢は44歳。そうね、さっきもこんな問題やった。浜口まさるの星座は水亀座。水亀座なんだ。浜口まさるの血液型は A 型。うん、それは答えられる。うん、浜口まさるの職業はお笑い芸人。それはできたな。浜口まさるの相方の名前は有野真也。有野真也。浜口まさるの彼女の名前はアキナ。簡単に言えるね。ああ言ったね。浜口まさるの代表的なギャグは取ったろー。おーギャグでもないんだから。浜口まさるの好きな映画はゾンビ。ゾンビって大人やの。浜口まさるの趣味は趣味ディズニーランドに行くこと。サッカーの浜口。さあ見てろよアッキーナ、100万円ゲットにチャレンジするぜ。アッキーナという彼女がいながら二股を狙っているアイドルの名前は。まで絶好調だったのに100万円かかるのやっぱり緊張しちゃうから。緊張した。これおかしいよこの問題の出し方が。ほんまかほんまか。何なんだこの人は。誰かわいいじゃん。後輩やよこれ。ちょっと、はい、その浜口コントサークルの、うん、後輩の人たちが非常に気を使っている、うん、なるほどね。めっちゃ仲いいね。仲いいね。コントサークルの時も、うん、出番がなかっても、うん、浜口さんの楽屋にいるから、うん、行きづらい。後輩がちょっとそうだ大御所のやり方やな。でもめっちゃ後輩がめっちゃ気使ってるの分かる。
だからもうほんま何でも喋るからもういろいろいろんな話を彼女とするわけ、うん、で楽屋で相談でも乗って、うん、そうかそうかって二人で真剣に話してる時に一回楽屋にあの後輩が入ってきてバーンって開けてあすいませんでしたって知らないその話がサークル内に広がって二股疑惑に。ちょっと今浜口さんの楽屋行ったらってなってるから、そうや後輩がみんなもう触れたらあかんあれの話はもう言うたらあかんってなってるから広告研究会みたいになってしまうからお前のサークルお前のサークルがそんなことになってるからそれはやめてくださいやりさーみたいになってるやめろよそうでしょでも心配させたから、うん、ちゃんと言って好きなのは天童なこが重森先生みたいな子かどうかは次の機会に譲るとしてアッキーナ許してやってよ、うんうん、好きなのはアッキーナですいいよクイズ事務所仕上げ足合わせによう、カメラ目線でよう言うなそもそもお前は身内に手を出しすぎている顔しませんでは最後にですね、うん、このカンファレンスやってきましたけども、うん、病院長、はい、総合的に重森先生、うん、掘り返していきましたけども普通に考えたら芸能人といいますかそういう人やっぱり腹黒くないと登っていけないみたいなとこもあるじゃないですか、うん、だからそういうのでみんなが思うことが多分多々あんねやと思うこの人ほんますごい頭良くていいこういうふうに全部考えてんちゃうかって手玉にも取ってくねそういろんな人を先生大丈夫ですかその手玉に取られたりしないですかまあ何やろう悪い印象はないよね重森さんに対してうーんいやこれでも病院長でこれね手玉に取られてるんじゃないかっていう VTR あるんですよ はい、V かそちらご覧ください証拠はいこの後カンファレンスは思わぬ決着へイケメンの立場からなんかいつも物言ってくれなかった次週おーしょけー爆裂お父さん復活年齢じゃないんだよねジェットコースの皆さん美人アナウンサーが恐怖の天井お父さん お父さんの圧力で女子アナたちを丸裸にする落語も黙る60分冗談やんけちょっとね、うん、そしてまだみんなに発表しなかったんだけど、うんうん、感動しちゃったなんかみんなで温泉行こうこれは重森が本心ではめちゃイケメンバーのことをどう思っているかを探った隠し撮り映像である重森さとみって6年間でメンバーのことをどう思ってるかってってまずはめちゃイケで一番好きなメンバーは優しい、うんうんうん、から岡村さんかなイケメンの立場からなんかいつも物言ってくれた多分いじられているがでは一番頼れるのはやっぱ岡村さんなのかななんか頼りになるっていうかさりげなく、うん、いつもこう見てくれとうなと思うのがそのテスト終わった時とか教室のあの、うん、何洗面台じゃなくて何だ教壇あ、教壇、うん、教壇洗面台教壇のところから遠くからこうやってしてくれたんです帰ろうとしたどういう意味やったやんお疲れさんみたいなドラマみたいやなそうそうなんですよやることバリイケメンみたいないじってるねいじられてんな重森いじってるね完全にいじられているが最後に一番騙しやすいのは岡村さん警戒心ないのかなどうなのえそれはどういう時に感じました岡村さんに先週、うん、なんかお姉ちゃんが、うん、岡村さんと結婚したいって言ってて、うん、言ったんですよさらめっちゃ拒否られるかと思ったら拒否られなかったんでえどういうことえ誰にみたいな誰にって言われたの誰に恥ずかしい顔見た目はってまんざらでもほら押せば一回ご飯は行ってくれるんじゃないかなみたいな騙しでもなんかコロと騙されすぎて面白くないですけどね粘りがないみたいなコロと騙されすぎてなんか転がされてるよねちょっと転がされてるよ そうですよねイケメンの立場から話してくれるイケメン気取ってるわけではないこれいじられてるんですよめっちゃかっこいいんですよこ
のテスト終わった後、うん、私一番後ろの席だったじゃないですか、うん、そしたら教団から、うん、おいあの確かにこうやったけど片目はつぶってないから、つぶってた遠くだったから川村さんなんていう顔をしてらっしゃるんですか。嫌いです3発目久々に出ました。川村先生は嫌いだということですね。最後はなぜか岡村先生まで嫌われてしまいましたが、結局のところ人間なら誰もが持っている心の腹黒い部分をもっとうまく隠せばいいのに正直に出してしまう重森先生はやっぱりバカなんだと思います。だからこれからもめちゃイケではとことんバカやり続けてください。そして迷惑をかけたあの人にも結果の報告を。重森腹黒い疑惑の件なんですけど。またお前かよ。はい、帰れよもう。非常に失礼なことをしたなと思いました。そりゃそうだよ。もうじゃあもう帰ってくれよ。じゃあ突然家に行きまして、うん、そうだよそうだよ。まあ言うたら関係のない、ね、入れめちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。まあお詫びといったのはなんですけど、いいそんなんいいから、うん、LLS の CD 持ってきました。誰なんだよこれ何のグループだよこれ。もう一つ、ちょっとこれもうちょっとバカじゃねえかお前。お前バカじゃねえか。僕はバカじゃなかった。一回僕が見たやつ、実物初めて見たよ。何なんなのかよこれもうちょっと待てよこれ。ちょっと後藤ちょっと待ってくれよ。後ろこれ本当かよこれ。こんなんかで俺これ知らなかったぞ。この話聞いてないです。そこまではちょっと届いてなかった。小峠も我々と同じように知らないことがあった。これちょっとこれを持って帰る。いやさすがにこれじゃダメだ。あ、僕が一回見たから。でそういうことでそういうことで。では DVD は持ち帰ります。小峠さん本当にお邪魔しました。噛みちぎるのかな。もうなんだよマジで。後藤帰れ。玄関先での帰れ。もう玄関先でのなんて左いただいたらもう帰ります。逃げるわけねえだろうなこれ。みんないるなんか女装から来てください。なんで女装って。いやこんなことがあってこんなことがあって、まあ、あの前のとこあれ女装って呼んでんの。女装からあれ女装って言われてんのか。あれ女装です。だから分かって後藤がこれ何回も家に来るなんて。もうなんだお前。本当になんてだでしたね。せっかくなんでこれ叫んでもらっていただけるよ。Thank you.
Stuff my ego for food for soul. Maybe you should go and give it a call. Cause everyone that we both know said you've been acting stranger than before. Your personality and our chemistry changed from 0 to 180 degrees. You lie about where you at, you promise never last, but then everyone deserves another chance. Your personality and our chemistry changed from 0 to 180 degrees. You lie about where you at, you promise never last, but then everyone deserves another chance. Just fix that glitch in your system for me and for yourself. I'll give you space, I'll give you time. Just fix that glitch in your system for me and for yourself. Just break away, he goes aside. Stuff my ego for food for soul. Maybe you should go and give it a call. Cause everyone that we both know said you've been acting stranger than before. Your personality and our chemistry changed from 0 to 180 degrees. You lie about where you at, you promise never last, but then everyone deserves another chance. Your personality and our chemistry changed from 0 to 180 degrees. You lie about where you at, you promise never last, but then everyone deserves another chance. Just fix that glitch in your system for me and for yourself. I'll give you space, I'll give you time. Just fix that itch in your system for me and for yourself. Just break away, he goes aside.